この間、カノちゃんが離婚したいってね、はい、メールあれ、月曜日、来たんですよ、うん、新幹線乗った瞬間に、はい、明日記者発表するんですけど、その前に兄さんだけには言っとこうと思いまして、言って、離婚のメールが、来たんですよ、ね。それで、もう30ぐらいか、彼女ちゃんも。そうですね。彼女も30ぐらいやろうけども、5歳の頃から俺ら知ってるから、うん、まあ、楽屋とかで出入りしてんの。ほんで、パッと思ったのは、うん、彼女ちゃんの離婚します、これから一人で頑張って生きていきますっていうメールもらった瞬間に、5歳の頃、生じよう、こいつ金づるにしとったなと思って。いやらしい、おくれさんと庄司で清、うん、師匠の子供ですから西川清さん、西川清さんのね、あのスライム持ってきてキャーとか言って、それで庄司のクズにスライムが入って、うん、別に取ったらそれで終わりなんだけど、スライムがべちゃべちゃになったのよ、こらーってべちゃべちゃになったのお前、これお前お父さんおらんところやでも、ああお前これ何万すると思ってんねー言うて、お父さんに言うとお前金持ってこい言うたら、って言いながら、あの、彼女ちゃんが教師のとこ行って、庄司じいちゃんの靴に、スライムを入れて、ブルブルしてしまった。なんぼの靴やとか言って、ほんなら、2万円、2万円言ってたとか言って、ほんなら教師が、庄司にこれ渡しとけって、で、2万円。3万円ぐらいくれたんですよ、ね。3万円ぐらいだな、本当はいくつの靴なんですか？あれ、2980円だったかな。儲かりましたね。うん。だったよ。って言って、ほんで、3万円お父さんから言って、ほ、うん、で、おもっとも高いんだけどなとか言って、うん、言って、ほんで、まあ、わざとおくれさんなんかメガネ持たして、うん、ああ、壊したとか言って。ひどい、お父さんからほらお前になんぼのメガネ思ってんねん、10万円はすんねんぞ言って、お父さん、おくれさんのメガネ、10万円のメガネ壊してしもた、あいつが10万円のメガネするわけないやろ、2000円やっとけ言って、そうしてキャッキャキャッキャ毎回来たら、あの、かのちゃんを泣かして、清志郎にお金持ってこさせて、別で清志郎が靴買うてくれたからね、6万か7万円の、ただあの寸法が合うてなかったんでね、文句言うてんけど、25.5、 僕 24.5 やのに 25.5 やったんで、中敷き必要ですね、うん、そう、だからどこで買うたんですかって持って行って、もうそのままお金だけもらおうもとってんけど、それ耳に入ったらちょっとやばいな思ったから、まあそれはできなかったんけどね、そんな猫歳の子が、あ、子供産んで、離婚するのかとかね、早いですよね、そういう考えた時期ってのは、もうびっくりするぐらい早いですよね、はい、うん、だからね、もう怖さ兄さんのとこみたいに揉めないよ言うていう話はしてたんですけどもね、そんなやっぱりね、嫌なこと言われたら書かれますボラムに書かれます聞いてけど、この間も昨日も隠れてたけど、その話になるやん芸能界はどうしてもな、はい、やなーって、ほんまねー、なんやかんや言うて、大竹しのぶさんってええ人やったんだなって改めてやっぱりこうね、いろんな人と比べてみるとええ人やったなとか思うわ、まあ、いやでもそれはさんまさんがね、それだけちゃんとしてあげてるしね、さんまさんとね、やっぱりそれ安田ちゃんなんかお互い、俺お互い知ってますけども、あのね、あのいろいろあったんだろう、言えないこともたくさんあるんだろうけどね、やっぱりあの男の立場で考えるじゃない、こっちはね、小田兄さんのことを、だからいろいろ複雑な思いですよ、あれは本当に複雑な思いで見ててよかったとね、え、お金だけでうちは済んだからね、あとはもうごちゃごちゃもなく、してましたからよかったですよ、それつくづく思うねMBS ヤングタウン、明石家さんまです、庄司です、モーニング娘。の道重さゆみと亀井絵里です、全略のコーナー、イエイ、という
わけでね、こちらいただきましたラジオネーム市川葵からいただきました、はい、全力の皆さんこんばんは。こんばんは。日本テレビがさんまたんぶりたけしお笑いビッグ3を、起用した開局55周年記念番組を来月28日から3夜連続で放送することが発表しましたと、うん、28日は明石家さんまさんに聞きたかったことはそういうことだったのねスペシャル、うん、25日はタモリ教授のハテナ伝道、30日はビートたけしは今まで見たことがないテレビというラインナップ、我らがさんまさんはスタジオに置かれた30代の42インチモニターと一人で対決、モニターからいろんな、問いに答えるという内容だったそうです。20日に行われた1回目の収録で4時間しゃべくり倒す相変わらずの絶好調ぶりを見せたとか、変わったところではビッグ3の共演今から楽しみになりません。親方、まだまだお笑いの勉強することがする教材が増えますよということですけどね、うん、ものすごい、メンバーから俺に質問来るんですよ、うん、とんでもない、その金メダリストだやれ、映画プロデューサーだ、いろんな人が来る中に村上さんが入ってて、やっぱりビッグなんや仲間入りですね、うん、もうあれからバッサリ落とすと思うけどはいはいはい、バッサリ落とすと思うけども、うん、盛り上がった盛り上がった、いや全然盛り上がったほんまのこと言うてほんまのこと言うて全然もない何やもうそれまでもすごいんですよ、はあ、でまあ、順番もかわいそうだったんですよ、うん、そのね維新バウエーさんとかインタビューし、うんうん、で吉田ハリウッドのアカデミー、嘘、そんな人もそうや、アカデミー賞のインタビューはあのすごい有名な人がインタビューしてくれたり、だからそこへね、ちょこんとこれちょっとおかしいよ、ちょこん画面がドカーンとでしょ、うん、もう貧そな画面でね、見えてた見えてたモザイクみたいな感じで見えた、いや、小さく見えた、これこれでも他の人はね、はい、質問もすごいいいんですけど、はいはい、村上さんの質問が、はい、よーお前アホやなーって、うん、口癖のようにおっしゃいますけど、はい、お前アホやなーってあれ、うん、お前聞いてて答えるとその、ね、何がアホなのか教えてほしいっていうあの質問だったんですけど、それ面白そうやな、いや盛り上がりそうですね、いやアホやからええってスッと終わりました、あれスルーした、スルー気味やね、気味一応まあ答えなしゃあないからね、はい、全員の質問に答えてくれって、はいはい、ほいで全員の質問に一応、本当に聞きたかったとか、はい、こととかね、そういうのを答えて、ほいでそれで俺がトークで、うん、こんな VTR こんな、すごいのを今まで見たことがあるというのをこの2週間でまた VTR を揃えて、うん、それで組み合わせて、放送するんですけどね、だからまあまあ、実験的な番組で、まあ、55周年やから遊べるというのでね、うん、これでさんまたけしタモリっていうビッグ3で、日テレさんはこれフジテレビが命名したビッグ3なんで、うん、日本テレビはどうしようかどうもう、だからみんな の, あの中に、うんうん、ビッグ3言うたら国民が決めたニックネームというか、名前だと、思い込んで、うん、お前らはもう多分知らないやろけど、若いから、うん、俺とタモリさんとたけしさんがビッグ3って言われた時代なんか、もちろん知らないよね、うん、本当に。うん、せやろ、はい、そのビッグ3と言われたんですよ。たけしさんまタモリで、うん。で、そのビッグ3を、もう、日本テレビの社員の人も、ビッグ3っていうのはもう世間一般のもんだと思ってたら、はいで、フジテレビが作ったもんだと。だから日テレ側としては、うん、どうしようと。うん、だから、ゴルフ番組。そうなの。僕らも出たビッグ3言ったら、もうさんまさん、たけし、タモリさんの、ゴルフの、そうそう、もう一番楽しみのね。ゴルフ番組の上にビッグ3ゴルフつけただけのことですからね。うん、それが勝手にビッグ3、ビッグ3が独り立ちしてしまって、そういう風になってしまったというね、うん、ことなんですけどもね。でもやっぱ使いにくいは使いにくい部分あるんですかね、やっぱりこの日程。なんか維持みたいなもんがあるんでしょうね、その日本テレビ初じゃないとか、なんかね、フジテレビが作ったものをとか、いろいろあるみたいですね、この辺はね、ややこしいことが。もう僕でも出していただければ、逆にね、ビッグ3プラス、なんか、だからスモールワンぐらいみたいな。スモールもいかない。行きませんか。ミクロ。なんかじゃあミクロ。ちびり芸人。これ、これ、
こら、チビリ、チビリ、チビリじゃない。